京都記念2023前走まるまるで負けた馬が6番人気や8番人気で巻き返す。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データヒントといたしまして、京都記念2023をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去の京都記念外球傾向を学ぶということでございまして、外球馬過去の京都記念でどのように構想するか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の京都記念はどんな馬を狙うということでございまして、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。まあ、今年はですね、かなり豪華なメンバーでございましてですね、ドードゥーシュであったりエフフォーリア、あとですね、ウィンマイティも出走しますし、キラーアビリティであったりとかですね、プラダリアとマイネルファンロン、マテンローレオ、モズベート、ユニコーンライオン、ラストドラフトなどですね、かなりね、皆さんもな、この馬から行こうかなみたいな馬がね揃ってると思いますのでね、じっくり見ていければと思います。そして今回の動画でまとめましたデータ該当馬に関しましては、週末出走馬が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄から一部登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。それでは京都記念2018年の傾向でございます。1着がクリンチャー、2着が R1、 3着がレイデオロでございました。今年は3頭すべて外球仕上げとなっております。そしてこちら京都記念2019年の傾向でございます。1着がダンビライト、2着がステイフーリッシュ、3着がマカヒキでございました。今年は2着のステイフーリッシュが外球仕上げとなっております。そしてこちら京都記念2020年の傾向でございます。1着がクロノジェンシス、2着がカレンブーケドル、3着がステイフーリッシュでございました。今年は1着と2着が外球仕上げとなっております。そしてこちら京都記念ですね、阪神の大大会差でございました。2021年の傾向でございます。1着はラブソンリー、2着はステイフーリッシュ、3着がダンビライトでございました。今年は1着と3着が外球仕上げとなっております。そしてこちらも京都記念の阪神大大会差2022年の傾向でございます。1着はアフリカンゴールド、2着はタガノディアマンテ、3着はサンレイポケットでございました。今年は3着とサンレイポケットが外球仕上げとなっております。京都記念2023年狙うのはということでございまして、こちら2つのポイントでまとめさせていただきました。まず1つ目、 G1 からの階級仕上げでございます。こちら2018年1着のクリンチャー、2018年1着の RY、 2018年3着のレイデオロ、そして2020年1着のクロノジェンシス、3着のカレンブケドール、2020年1着のラブゾンリーユ、2020年3着のサンレイポケットでございました。これなんですけれども、G1 でのね、着順は無視していただいて構いません。G1 でね、結構負けてしまっていてもですね、こちら外球仕上げで巻き返してくる可能性がございますので、その点にはご注意ください。そして2つ目なんですけれども、同じ年のですね、中山金牌、もしくはですね、AJCC で惜しかった馬でございます。こちら2019年1着のダンビライト、AJCC では6着から巻き返しております。そして2019年2着、2020年3着、2020年2着ということでございましてですね、このレース得意としておりましたステイフーリッシュなんですけれども、こちらは中山金牌2着、 AJCC 2着、4着というパターンからですね、こちらでも激走しております。そして2022年2着のタガノディアマンテ、こちらは中山金牌4着でございました。これね、なんか馬券に絡まってなくてもちょっと惜しいなという感じでもですね、ここで好走するというパターンがございます。6番人気とかね、8番人気の馬でも激走することがございますので、これは軽視禁物でございます。ちょっとね、こちらもこの条件に合いそうな馬ですね、最終的にね、出走馬が確定いたしましたら、レース前日に LINE でお送りいただいております。下の概要欄から一部登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。なおですね、サイト内にてはですね、外球一覧載せておりますので、外球情報ね、分かり次第どんどん更新しておりますので、そちらも無料ですので、どんどんご利用いただいて構いませんので、ぜひご覧ください。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。